まそうに炊き上がってますね、皆さん。めちゃめちゃうまそうでしょ。どうも、山さん、リュウジです。ということで、今日はですね、イオンスタイル、川口さんに来ています。見てください、このお魚の量、これだけ揃ってるとこあんまりないと思うんですけど、福島でですね、水揚げされたお魚がですね、首都圏のイオンに直接これ届いてるんですね。放射性物質はですね、毎日チェックしていますので、安心安全で超美味しい。ということで、ちょっとこれだけ魚があるとさすがに僕もワクワクしてきますね。見ていきたいと思います。アクアパッドセットになってます。これすごいですね、これね。あんこあります。あんこ一匹売ってるのなかなか見たことないですよね。メヒカリってね、なかなか売ってないんです、これ。はい、これね、唐揚げにするとめちゃめちゃ美味しい。ポーポー焼きだって。ポーポー焼きって何ですか？ポーポー焼きはですね、すごく一般的に食べられているとして、お味噌の味がついているんですよ。おー。それっていうか、お魚ハンバーグのようなイメージで、はい、これをこのまま焼いて、おかずと一緒に食べていただきます。おー、千葉でいう、さんが焼きみたいなものかもしれない。ここ、いろんな福島県産の、お魚があるんですけども、私、節がですね、選ばせていただくのは真似しやすいように塩サバ。今回は福島県産の塩サバを使ってですね、めちゃめちゃ美味しい至高の炊き込みご飯、これを作っていきたいと思います。じゃあスタジオに戻ります。はい、ということで戻ってきました。はい、いつもの光景でございます。今回ですね、先ほど私串が選ばせていただいたこちらの福島県産の塩サバですね、これを使って超絶美味しいですね、サバの炊き込みご飯、至高のサバ飯ね、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたいと思います。今回はね、塩サバが美味しいので、かなりね、シンプルな材料でございます。まずこちら福島県産の塩サバですね。はい、こちらを用意してください。これは2尾でだいたい 250g ぐらいのものかな。塩サバに塩振ってね、旨味成分がサバ自体に出ているので、すごくね、味に深みがあります。これが炊き込みご飯になった時にものすごくね、力を発揮するんですね。長ネギです。最後に薬味として上にかけるんですけども、あったらいいです。2合分だともうちょっとあった方がいいかな。生姜です。生姜ね、 20g。 今回は、生の生姜、チューブの生姜でもできなくはないんですけども、生の生姜とはもうちょっと雲泥の違いなので、これは用意してください。サバね、青魚なんで、青魚の臭みを少しこちらで、取っていきます。そして、市販の白だしでございます。塩分量で 100ml あたり 10g ぐらいのものをですね、もうちょっと濃いものとかだったらちょっと減らしたり、薄いものだったら増やしたりしてくださいね。これを 50cc ですね。お酒が大さじ4杯なので 60cc。 これは、料理酒ではなくて普通の清酒、純米酒とか使っていただいた方がいいです。調理酒でもいいんですけども、調理酒は塩が入ってる場合が多いので、ちょっと出汁を減らすとかしてください。はい、お米、今回はね、久々に生のお米使います。はい、2合分ですね。はい、今回2合分を炊いていきます。はい、じゃあ以上の食材でやっていきます。はい、じゃあ今回ですね、至高のサバ飯ですね、作っていくんですけども、やっぱりですね、至高の料理を作るっていう時はですね、やっぱり恒例の儀式がありますんで、自らを至高にする、もうこれから作るぞっていう気持ちを上げていかなければいけないので、これをやっていきたい。ないと始まらないですよね、皆さん。炭酸を注いで、至高のハイボールで自らを至高にしております。はあ、心が落ち着く、楽しく炊き込みご飯を作っていきたいと思います。もうお野菜から切っていきますね。白髪ネギを作ってもいいんですけど、白髪ネギってな、中のね、ネギがね、無駄になっちゃうので、これちょっと切っていただいて、こうやってね、斜めに切ると全てが無駄になりません。こうやって斜めに切る。そうするとね、白髪ネギより簡単ですし、ネギの青い部分もね、いただけますので、僕はね、こういう風に切っていただいた方がいいかなと思います。こんな感じで細く切れたじゃないですか。そしたらね、水につけておく。こうすることにより辛みが抜けますから、ネギがお好きな方はね、倍量ぐらいやっても結構ですからね。これね、辛みを抜いていきます。生姜もね、おろしてももちろんいいんですけども、僕のおすすめは千切りですね。縦にスライスするんですね。で、こうやって並べて、で、こうやって千切り。おろしてもいいんですけども、僕はね、千切りの方がね、生姜のね、香りも残ってね、すごくお気に入りの切り方なんで、こんな感じでね、
生姜はね、やっぱり炊き込みご飯に合いますから、生姜の香りがね、お魚の香りっていうのを緩和させてくれるんで、こんな感じで、全部千切りにしちゃってください。サバなんですけども、このままね、炊き込んでもまあ、美味しいは美味しいんですけども、ちょっとね、今回ね、焼いて、香ばしさを出してから炊き込んでいきたい。どうして焼くかっていうと、お魚の持ってる水分っていうのを飛ばして、匂いを飛ばしていくっていう意味合いもありますんで、魚焼きグリルとかある方は、魚焼きグリルでこんがり焼いてください。今回は僕、オーブントースターがありますんで、オーブントースターでやります。本当になければ、油でフライパンで焼いていただいても大丈夫ですんで、一度焼いていきます。皮目に焼き目がつくまでですね、火力最大にしてもらって、7、8分ぐらい、とりあえず焼いていきます。で、この間に、米を研ぎます。僕はね、ここに入れちゃいます。はい。普通に研いで、水を抜いてください。今研いでいきます。250度で、8分ぐらい焼きましたかね。めっちゃいい色。もうこれで食いたい。炊き込みご飯の調味液を入れていきます。白だし、あとお酒ですね。お酒の分量結構多いです。はい。このお酒もね、芳醇な香りを炊き込みご飯に与えてくれますんで、この状態で、白米のこの線まで、水を入れます。今回2合分なので、炊飯器の2合の線まで入れていきます。こんな感じですね。こっから具材を入れてください。先にサバを入れちゃうと分量がね、この水分が少なくなってしまうので、生姜です。はい。この千切り生姜、これね、皮ごとやってくださいね。皮ごとやった方が、かなりね、いい生姜の香りがつきますんで。もし面倒な方はね、炊いた後すぐ食べたいって方はここで骨抜いてください。僕は炊いてから抜く派なので、なんでかっていうと骨からもいい味が出るんでね。このまま入れます。このまま、はい、このまま、こんな感じ。じゃあこの状態で炊飯器にセットして普通に炊飯してください。はい、ということでですね、今もうピッピーになりましたので、ハイボールも全部飲みちゃいました。中はどうなってるでしょうか。おおほほほ、うまそうに炊き上がってますね皆さん。はい、ちょっと崩れちゃいますけども、骨をね、抜いてほしいんですね。これね、炊くとね、身がホロホロになってね、骨が抜きやすくなりますから、炊いた後にやっていただくのがいいかなっていうふうに思います。はい。身はね、崩しちゃっても大丈夫なんで、後で混ぜ込んじゃいますんで、大きい骨取ってあげてください。骨、当たる骨があるんですけども、まあ、これは僕なんかはちっちゃい 骨なんで気にしないで食べちゃうんですけども、もし気になる方は抜いてください。さすがにここら辺はね、当たるんでね、ヒレの部分ね、硬いからね。ご飯に戻していく、あの皮ごとでいいですよ。骨を抜いたサバを戻していきます。混ぜ込みます。身を崩すような感じ、全体混ぜ込んでください。生姜の香りと焼けたサバの香りがもう最高っすね。これね、生のサバでもできなくはないんですけども、塩サバのがね、味がキュッと締まって炊き込みご飯には合います。めちゃめちゃうまそうでしょ。身がホロホロになったらもうこれは盛り付けです。ネギはね、水気絞ってもう置いときました。はい、これも使っていきます。ドカッちゃうか。これうまいんだよね。福島県産の美味しいサバでございますね。皮ごといっちゃいます今回はね。そして最後に薬味としてこうネギをパラッと切らしてください。はい、そうしましたらこちらでですね、至高のサバ飯完成でございます。はい、それではできましたのでいただきたいと思います。今回はね、ちょっと日本酒をしましたんで、これでいきたいと思います。いただきます。いきますよ、この身がたっぷりなところいただきたいと思います。いただきます。おお、うますぎる。これやばいっすね。サバの旨味がもうがっしりこの米に吸収されて、めちゃめちゃうまいです。塩サバって旨味がギュッとしてるんで、米の中に入るんですよね。身もね、パサついてなくて、すっごく高級な炊き込みご飯の釜飯みたいな味付けになってます。うん、塩サバ自体にも塩気がありますんで、それとうまい具合にね、味付けになってますね。生姜もかなり入ってるんで爽やかです。臭み全くない。臭みがないどころがね、焼いたサバの香ばしささえ感じられて、炊き込みご飯なんですけども、めちゃめちゃ美味しい。うまっ。今ね、ちょっと切ってきたの、昨日余ってたね、みょうがちょっと振って。うますぎる。薬味めちゃめちゃ合いますね。ネギももちろんうまいんですよ。みょうがもやばい。これやばい、箸が止まらん。レモン、塩味によった味付けなんで、レモンね、ちょっと絞っていただくと多分ものすごい美味しいと思います。味変ですね。
合いすぎるでしょ。スタッフチャンスやった方がいいんじゃないですかね。じゃあ、食べてください。ありがとうございます。日本酒とサバ、日本酒とサバ、いただきます。これは最高だわ。うまいっしょ。うまっ。もう相性最強としか言いようがない。脂気強い魚をご飯と一緒に炊き込むことによってどうなるかっていうと、米が立つんですよ。めちゃくちゃ妙が合いますから。薬味とやっぱ合うね。全部全部ね。フルコース。この酸味もいい。これ味変も全部合うね。大葉とかもいいし、なんだっていい。福島県産の魚任せて。全部いただきました。はい、ごちそうさまでした。ということで、今回の至高のサバ飯、これはマジでうまいです。アレンジもめちゃめちゃきますんで、ぜひ皆さん、福島県産の塩サバで試してみてください。いやもう、天才、最強。ここは使うからね、ちゃんと。もう大最強料理研究家。福島県産の魚任せて。すいません、全部いただきました。ごちそうさまでした。